次回はです、ね、あの広角軌道帯のです、ね、漫画の解説ですね。これはあの前から月1でやってるやつですけども「スーパースパルタン」という第2話ですねいわゆる広角軌道隊の連載の時の初めてのやつでそれをですねあのやっとまあ最後までやれるんですね最後まで皆さん見ていただこうと思います、えー、これはあの録画ですで、えー、僕これやってる最中はあのウクライナ行ってるのでですね、えー、一応あの なんだろうな、高架軌道体の前の話し始めの部分とのところにですね、ちょっとあの解説を入れようと思ってますけども、基本的に来週はですね、録画であのお届けしようと思います、えー。それでは後半ですね、またもや人の気持ちにが聞こえたらの話にですね、入っていこうと思います。みんなみんなみんな、注目注目注目、こっちに注目にゃ。4月1日より岡田長州ゼミは大きく変わるにゃ。 はい、岡田。みんなにちゃんと説明するにゃ。オッケー。ネコロンってさ、猫誠人のくせに、なんか鬼軍装タイプで人遣いが荒いよね。猫、えー、だったら、もっと寝てりゃいいと思うんだけども。一応、ですね、えー、岡田俊夫ゼミの改革まとめです、えー。ゼミは毎週2回に増えます。はい、頑張ります。えー、でその代わり毎週最終日曜でね、ね最後の日曜は過去の講義の再配信になります。 なのできるだけあのこれまでみんなが見てないやつを選ぼうと思うんだけども最終日曜はあの過去講義の再放送になって僕はちょっと楽になります。で、えー、また3番目、えー、過去動画ですねこれまでですね、えー、有料会員の方々は過去動画っていうのを、まあ、無制限に見れたのがですね最新10回分までしか見られないようになります。ただし、これれをいきななり言われてもみんな困ると思うんで。 10月31日まではですね、無制限に見れますので。まあ、あの、それまでに入ってですね、無制限に見てください。で、まあ、日曜のですね、岡田斗司夫ゼミ、今これやってるやつね、えー。これはですね、まあ、今と同じようというか、これまで以上にですね。えー、全力投球します。で、火曜はですね。毎週火曜。にやるんだけども、漫画、アニメ、やわっていうふうに名付けてですね、えー。まあ、これまで、あの、毎月1万円の特別講義だったですね。ガンダム講座とか。広角機動隊講座を開放します。 えー、これの講座マンガアニメヤわは軽めで、えー、30分から45分ぐらいの尺のです、ね、ミニ講座をやりますでそのマンガアニメヤわはですね前半の10分から15分ぐらいを無料で配信しますで後半の20分から30分は限定配信します、えー、その他ですね朝 NHK の朝のテレビ小説っていうのがありますけどこれあのアニメが舞台のやつが始まるんでそれとかもやるかもわかりません。 でそこからここに書いているようにです、ね、毎週日曜日のです、ね、最終日曜毎月の最終日曜の生講義はお休みさせてください過去、えー、講義をです、ね、再配信します。さっっきも言ったようにです、ね、に、えー、最新10回分のみにこれは 何,何でかというとですねもうほとんどの人が過去講義を見てないというですね、あのー、実はですねデータを見ればわかるんですけども過去講義をね見てる人っていうのはすごいマニアックな人が多くてそれよりは、えー、ここのところ 1か、ね、月分か2か月分ぐらいのものをほとんどの人が見てるので,です、ね、もうあの500円のです、ねえー、無印ゼミというふうに僕、呼んでるんだけどそういうふうなものはです、ねえー、最新10回のみにしちゃうと思いますだから過去動画をです、ね、今のうち見たいという人はまだあの10月31日まで今のままやりますので,です、ね、今のうちに入ってください。ということで,です、ね、改革をまとめです。これが大雑把なな改革になります。 まあ、10月以降どういう,うになるのかっていうとあのさっきも話した通り1ヶ月以上の過去動画が自由に見られるのはですねプレミアムゼミっていうのがあるんですけども、まあ、これから説明しますあとは、えー、個人教授っていうのを始めますこれもこれから説明しますあとはオンラインサロンですね個別の動画はですねアマゾンでレンタルを販売してるのでそういうふうなところで見るようにしてみてください。じゃあこれから説明するというゼミのですね三段構造。 ですねえー、岡田利夫ゼミの三段構造ですね、えー、無印ゼミこれ今話してるです、ね、あの毎月500円の有料のやつなんですけどそれと、まあ、これは毎週2回過去放送はあの10回分のみになりますで毎週2,000円のです、ねえー、岡田利夫ゼミプレミアムっていうのをです、ねえー、始めますでこれはですね毎週日曜のゼミにちょっとだけ放課後をつけたものなんですけどもまああの講義にはならない プラモとか本の雑談をやりたいんですよ。で、講義がどん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 なんだろうなきちんとしたものにも本当に最近見てる人分かってる通り、あの昔みたいな雑談の部分って本当にね全然できないんですよね。なのでそういうことが興味ない人はもうあの無印のままでもですね無料の方でも結構です。ただあのとりあえずそういうですね。 えー、本の話でまだ論になってないような状態のやつとかですねプラモの話とかをする場合がありますでもちろん火曜日のですね漫画アニメはもう同時に配信しますでこれまでのいわゆるメルマガ専用店ですねにあの2000円のですねあのドワンゴのブロマがあったんですけどこれをリニューアルしたものです、えー、メインの売りは、えー、岡田敏夫全ミプレミアムメインの売りはですね基本 えー、毎月2,000円の定額ですねで。無印ゼミの機能は全て搭載していて、えー、毎回ゼミ放課後に雑談をするというのとあと制限なしの過去動画ですね、えー、過去動画が、まあ、あの10回分だけではなくてですね、まあ、見放題になりますであとゼミのです、ねえー、文字起こしが読める専用サイトにアクセスが可能になります。であと、キーワーワド検索が 可可能な専用サイトにアクセスが可能になりますこのこのですね多分そのゼミの文字起こしとキーワード検索が可能なサイトにアクセスができるっていうのが、まあ、最大のポイントになると思います。ではですねさらにその3段階目の一番ちょっとややこしいやつなんですけどもこれはあの岡田敏夫の個人教授というやつでもうあの、ね、僕はあのオンラインサロンっていうのが古いと思っているんですけども。 えー、毎月1万円の定額で無印プレミアムの機能全部ついてて毎週最終日曜に生講義やりますで。この内容っていうのは何かというと岡田俊雄が、あのー、家庭教師とか個人トレーナーになるっていうふうに言ってるんですけども限定150人です。 もうあのそれ以上になると管理できないなんでかというと僕カルテ作るつもりだからですねそれぞれの人のカルテ作ってその人が何を勉強しようとしてるのかっていうのをカルテ作りながらあじゃあこういうふうにすればいいよっていう話をするつもりなのでそれが管理できる人数の限界でいくと、まあ、これぐらいだと、えー、であとはまあ最後としてこのスタジオニコナマをやってるスタジオに遊びに来て見学ができると、えー、これですねあの毎週1回最終日曜のですね質疑応答メインの講座をやります。 でオンラインサロンというよりはもうさっき言ったように家庭教師とかです、ね、個人トレーナーでありまあ,あの何度呼んでも構わないんですけどさっき言ったようにあの生徒一人ずつにカルテ作って、えー、これをやるために実は僕は今まで結構ずっと続けた仕事をを辞める算段をしてます。ちょっとまだ言えないんですけど大きい仕事を辞める算段しててで、えー、このですね個人教授に関しては出てきた質問に関しては100%回答すると。 で事前に質問を募集して、まあ、掲示板かメールで受け付けてで僕に対する質問は毎月1つのみなんですけどもお互いにです、ね、こ,のこの生徒たちがです、ね、質問したり回答したりは毎月、まあ、いくつでも OK です。 でえー、これはの東京の人たちだけではなくてオンラインで受講できるしその場でオンラインで放送中にです、ね、生で質問してくれたらその場で回答しますで吉祥寺まで来れる希望者はこのスタジオで生参加できるただし、えー、生参加はです、ね、1人、年にに回ままでという,ふうにします。多分ねそれぐらいの人数じゃないとあの受け付けられないからなので希望者はですね毎月最終日曜の「 どの,日どの月のどの日をですね希望するのか事前に登録してもらったら、えー、調整しますで地方在住者をもちろん優先します地方在住者の人がここだったらいけるという人をですね、まあ、3か月とか半年ぐらい前からもうここっていうふうに言ってくれたらその日にあの入れるようにしますで、えー、当然その人たちが生質問するので声はあの出ちゃいます顔は映さないようにするけども声はそのままオンエアすることを、まあ、一応考えておいてください。 で対応できる人数に限界があるので,です、ね、とりあえずこれをこの1万円の会員は今やってるオンラインサロンも、まあ、あの200人ぐらいいたりですねあの無制限になってるんですけどもそれぐらいを上限にこれからします。で今のところその 入りたいという希望者は受け付けるんですけどももし150人超えるようなことがあったらそこから先は、えー、入学試験制度を悪いけど導入させていただいて、えー、僕が出す問題に関してですねちゃんと答えられた人が入るという形にすれば、まあ、ちょっと他のオンラインサロンと違うです、ね、ことができるんじゃないかなと思います。 えー、人数わかんないんで使うんじゃなくて貸し会議室借りようと思いますけどもなので。 あの今僕がやってるです、ね、オンラインサロンもですね6月から毎月1万円になりますサロンメンバーの方々が今急に言われてびっくりしてるでしょうけれどもですね6月からです毎月1万円で「個人教授」という形に変更して皆さんのカルテを作り出します4月5月はお手間指揮官なのでまだ5,000円のままで結構です毎月1つのみ岡田図書に質問相談してくださいお互いに質問し合うのは何個でも OK ここから先はオンラインサロンで直に説明します。